以上ゲーム最新情報でした。さあということでですね、改めて番組冒頭でお知らせしていたツイッターキャンペーンについてですけれども、こちら報酬7万 RT で聖書書籍12個を獲得いたしました。皆さんおめでとうございます。さあフェイトグランドオーダーカルデア放送局、お別れのお時間がやってまいりました。最後に出演者の皆さんから感想をいただいていきたいと思います。さあまずはもういっぱいいっぱいのなんか申し訳ないんですけれども、ゆきさん、はい、お言葉いただいてよろしいですか。はい、沖田総司、四天王寺役のゆきあおいです。はい、皆さんインド頑張りましょう。今日はありがとうございました。いやーもう涙声ですからね。はい、川澄さんいかがでしたでしょうか。はい、今日は皆さんご覧いただきありがとうございました。本当にずっと隣で青ちゃんが息が荒かったり変な声がうぐっていう声が漏れ聞こえたりして、なんかでもそういう風に大好きって言ってくれる人がこう見てくれる、今ニコ生見てる方もきっとそうなんだなと思うと、なんか青ちゃんの存在がより愛しく感じたり、 FGO のマスターの皆さんのことを本当によりありがとうって思えるような、そんな素敵なニコ生でした。青ちゃんありがとう。ありがとう。はい、本当にこれから4章ですし、フェスもありますし、これからどんどん盛り上がっていきますので、これからも FGO よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ続いてはノブお願いします。私は猿だ。はい、ちょっと待って、声優さんって普通の人いないんですか。あの下手のところが透けてる。あ、そうだ、ここずっとね。なんか猿ジナ可愛いな。猿ジナ、猿ジナ、なんかだから石持ってるみたいじゃないですか。そうね、みんなに石あげるよってサルジナがね配ってくれたらいいね、石ね。はい、そうですね。いや本当に今回すごいと思います。僕もちょっと言えないことあるんですけど、なんかもうすごい楽しかったし、あ、なんかこうダメチャレとか新しいこともできて楽しかったなって思うんですけど、いや僕でもカルナの特にちょっと回収見てすげえなって、いや本当にいやすごいな、ディライトワークスの人知恵度入って頑張ってんだなって思ったし、僕ちょっと例のね CM のバーサーカーのね、はい、こともちょっと知ってるんですけど、いや CM のバーサーカーもすごいんですよ。すごいんですよ。パコさんありがとう、あとこれもこういう小ネタもありがとう。でも本業の方もありがとう。なんだろう、感無量だな。最近ちょっとアニメの方でね、ちょっとまた7章のこととかね、また改めていろいろ振り返る機会があったりとかもしてましてね。してましてね、確かに。はい、いやー、ウジオってやっぱいいっすね。いいっす。もう、ノブナガ君楽しそうに収録してって。いや、みんな楽しそうに収録してるけど、もう本当に。はい、いや本当に、なんだろう。ね。楽しいっすね。楽しいね。ね。よかった。いや、楽しみ。楽しみだな。楽しみです。みんなで一緒に楽しみましょう。はい、取り返しがつかない。今日なんかみんな上手に喋れてないけど大丈夫。IQ が取り返しつかないですね。これのせいかな。さあ加納さん、はい、ビシッと締めていただきましょうかね。はい、第2部第4章ですね、やっと発表できるタイミングとなりました。本日紹介させていただきましたのは、一部となります。うん、まだですね、うん、まだまだサーバント登場するサーバントだったり、うん、今感動させていただいてますけども、ストーリーを見ていただくとですね、はい、より、感無量になっていただけると思いますので、うん、ぜひぜひ、このインド異文体この結末がどうなるのか、しっかりとプレイして見ていただければなと思います。はい、そしてですね、現在、キャンペーンで第1部 AP1/4 それに第2部 AP1/2 こちらの方も実施しておりますので、まだ3章をクリアしてないマスターの方々はぜひこの機会に3章をクリアして4章の方に進めていただければなと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。
さあ第2部第4章開幕まであと20分でございます。視聴者の皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さようなら。